ありがとうございました。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 さあ、ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。最後でした。めっちゃタフでしたね。タフでしたね。何回もダウン取ってたんで。いや、普通だったら終わってますね。こんにちは、折口教授です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあね、報告動画なんですけど、まあ、ほぼ知ってると思うんですけど、まあ、前回の試合、去年の12月31日のライジン40の試合、勝ちました。はい。少しね、ちょっと遅くなりましたけど、YouTube チームが取れ取れ取れというので、頑張って取っていきたいと思いまーす。チンチン。まあね、試合の感想を言うと、結構プラン通りにいったかなと思って。まあでも、荻窪選手、まあタウだっていうことはもう知ってたんですけど、なかなかパンチもいいのが入ったんですけど、まあ仕留められなくて、まあ大晦日にふさわしくない結果になってしまった。まあそこだけは本当に申し訳ありませんでした。まあね、次、しっかりと。盛り上がるような試合をするので、ぜひ楽しみにしていてください。そうですね。今回はそこまで、指示という指示はなかったですね。ほとんど、いいぞ、いいぞ、もう自分がゲームプラン通りにやってたんで、まあ、ちょっとマイク・ブラウンが、言うことを聞かなかったときに、よし、こうだ、こうだってずっと言ってたっていう感じですかね。ゲームプランはそれは言えません。まあそうですね、まあコンディション、久しぶりのフライ級での戦い、全く問題なかったです。まあはっきり言ってやっと減量ちゃんとしたかっていう感じですかね。はい。まあやっぱ体重が軽くなるんで、まあ早くはなってるのかなとは思いますけど、あんまり自分では分かんないですね。よくやったなとか、まあベラトールが全員勝ってるんで、よっしゃーってすごい喜んでましたね、スコットは。はい。まあ、はっきり言って自分は荻窪選手との対戦にも集中しているので、別に他の選手がどうだろうと関係ないなと思ってるんですけど、まあチームがベラトルチームが、まあ、勝って全勝して、まあちょっとやっぱりなんか微妙な感じですよね、気持ち的に。なんかまあでも勝ちは勝ちなんで、まあいいかなとは思ってます。はい。閉会式の時に教授、お前ライジン側だろってボソッと言ってますよ。それがちょっとまあぐさっときましたかね。まあまあまあそうだなっていう。まあでもね、契約上とかいろいろあるから、榊原さんにもライジン、スコットのベラトール側にも恩があるので、まあちょっと何とも言えないなという。はい。まあやっぱ日本での動きっていうより、こういう対抗戦が多分、まあ今後多分格闘技の流れを変えたと思うんですよね。今までなかったことなんで、しかもお互いが主力もベストの選手を当ててきたので、その団体のチャンピオン同士だったりとか、まあ元チャンピオンだったりとか、
を当ててきてるので出してきてるので、まあ、これからの格闘技界がすごい盛り上がるんじゃないかなという感じですね。はい、まあ、試合後の過ごし方は、まあ、3日ぐらいちょっと旅行行ってのんびりして、正月はのんびりして、で、まあ、そこから怒涛の仕事詰めですね。マネージャー見てるよこの野郎、覚えとけよこの野郎まあそうですね、1月中は多分滞在しないと、仕事がもうがっちり入ってるんで、まあ、仕事に集中したいなって感じですかね。今後の展望は、まあ、もちろんその変わらずチャンピオン目指して頑張るっていうのと、まあ、新たにねいろいろ動き出してるんで、まあ、そちらもうまくいくようにしっかりと頑張りたいなと思ってます。まあ何でも挑戦していこうと自分は思っているので、まあマイナス意見もありますけど、そんなのは気にしないんで僕は。はい、はい、応援してくれた皆様ありがとうございます。まあさっきも言った通り、全くその大晦日に ふさわしくない、まあちょっと結果になってしまったんですけど、まあしっかりと決めたかったなっていうところと、まあ次回すごい試合を見せるので、まあ、楽しみにしててください。ありがとうございました。じゃあまたねー。ライフィン VS ベラトル全面対抗戦、5対5の対抗戦。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後でした。めっちゃタフでしたね。タフでしたね。何回もダウン取ってたんで。いや、普通だったら終わってます。そうですよね。3回ダウン取ってあれでしたね。すごいスマート。ですよね。タフでしたね。倒れた後が。いやでも感謝してよかったです。あれでした本当に。見てて。なんか全然盛り上がんない試合だった。いやいやなことです。なんかでも良かった。なんかでもさ、勝たせちゃおうかなと思ったんだけど、いやいやもうそれもうプロだからさ、あれはいいでしょ、うん、あれ一発目、三段のねマジだから、はい、結構入ってたよ、めっちゃ入ってたよ、すげえ大きいじゃん、ドガクってなってるの、嬉しかった、ありがとうございました、いやよかった、ありがとうございました、ほっとした、Thank you、 Yeah、 Nice game、 Yeah、 Thank you。